シリカ、怖い夢を見る原因を調べてたらさ、一つ気になる内容を見つけたんだ。え？教えてください。私知りたいです。悪夢ってやつは、人によっては過去の恐怖体験や辛い思い出が蘇ってきているものらしい。ちょっとだけ思い当たることがあります。SAO にいた時の怖い出来事ですね。シリカもう克服できたと思ってたんですけど、そうでもなかったみたいですね。私強くなれたと思ってたんだけどな。まだあの頃のことどこかでは引きずっちゃってるのかな。愚痴みたいになっちゃって。シリカ、何の助けにもならないかもしれないけど、ここにいることで少しでもその記憶が薄れるならいつでも来てくれて構わないぜキリトさんって本当に優しい人ですね。その言葉を聞けただけでなんだか心がスーッとなります。じゃあもう少しだけここで休ませてもらってもいいですか？あ、もちろん。ありがとうございます。実は前にここで寝た日があったじゃないですか。あの日はもう怖い夢は見なかったんですよ夢の中でキリトさんに守られてたのかもしれませんねそうかもな。じゃあついでにもう一つお願いを。もし怖い夢をまた見ちゃったら、キリトさんを起こしていいですか？ごめんなさい、こんなことお願いしちゃって。そんなことくらいお安いご用さ。ありがとうございます。その言葉を聞けただけでもう今日は安心して眠れそうですよじゃあおやすみなさい。